独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE は、経済産業省所管の独立行政法人として製品安全分野、国際評価技術分野、バイオテクノロジー分野、化学物質管理分野、適合性認定分野において国の法令執行や政策を技術的な面から支援しています。 NITE は国内11カ所の事業所でおよそ600人の職員が暮らしの安全と持続的な経済発展の基盤を支えています。一般の消費者がお使いになられる製品について日本で最も多くの事故情報を収集し、その原因を調査している機関です。消費生活用製品の事故の収集件数は年間およそ3000件に上ります。配線器具、ガストーチ、踏み台など身近な製品で発生した事故をNITEの技術力を生かし、事故原因究明調査を行い、事故の再発未然防止に貢献しています。部品の分析をして異物が入っていないか、適切な材料が使われているか、それが事故の原因となっていないか等も調べます。調査した事故の内容についてはですね、データベース化しておりまして、それについてはインターネットで検索できるようになっております。また記者会見を実施し、メディアを通じて幅広い世代に向け事故の注意喚起を実施しています。さらに事故を未然に防ぐためのツールの開発にも取り組んでいます。リコール対象品かどうか、スマホのカメラ機能で簡単に検索できるアプリや、事故に至る前の予兆から最終的にどんな事故が起こるかを検索できるサービスを提供しています。こちらは大型の蓄電池の試験評価を行う世界最大規模の国内唯一の試験施設になります。多目的大型実験棟では、大型電池の燃焼・発火などの試験ができ、他にも施設内では地震を再現できる振動実験設備などを備えています。各メーカーにおいてより高性能な蓄電池の開発が進められています。我々も安全性評価に関わる各種試験を通じて、より良い蓄電池開発の手助けを行っています。再生可能エネルギーの普及を国が目指していますので、それに伴って大電力を蓄電できる大型の蓄電システムを評価試験をここで行っています。これからの蓄電池産業を支える一翼を担う施設になっています。電力安全センターでは、発電設備等の電気工作物の事故分析調査や、太陽光発電所等への立ち入り検査により電気の保安に貢献、また電気保安の高度化・効率化に向けて IoT や AI、ドローンなどの最新技術とデータを活用したスマート保安技術の推進にも取り組んでいます。こちらは放線菌といいまして、医薬品の元となる成分を作るような微生物になります、はい、でこちらにあるのが麹カビであったり、酵母と言われるものなんですけれども、その微生物に合った保存方法を選択して保存していると。およそ9万4千株の微生物を保存し提供しているバイオテクノロジーセンター。バイオテクノロジー産業の発展を支援するため、企業や大学などに微生物を提供しています。近年では海洋生分解性プラスチック問題に関する課題であったりとか、地球規模の課題の解決に向けて微生物の貢献というのがますます注目されております。微生物の名前はもちろん、特性や分離源、遺伝子配列など様々な方法で検索できます。微生物検索の国内拠点として活用してもらうことを目指しております。バイオテクノロジーセンターでは、産業発展と持続可能な社会の両立に向け、微生物そのものの提供に加え、微生物に関するさまざまな情報の発信を行ってまいります。
身の回りにあるあらゆる製品はすべて化学物質でできており、生活や産業に欠かせない存在である一方、使用方法を誤ると健康や生態系に悪影響を及ぼすリスクがあるため、適切に管理するための法律があります。NITE では化学物質管理に役立つ情報をデータベースの NITE クリップから提供しています。例えば、過信法などの法制度に関する情報、化学物質の有害性やリスク評価に関する情報など、事業者の皆様が適切かつ効率的に化学物質を管理できるような情報を整備しています。化管法に基づき、化学物質の排出量管理、通称 PRTR 制度の執行支援をしています。PRTR 届出システムを運用し、届出される事業者の皆様の事務作業効率化にも貢献しています。また、届出される事業者の方と排出量に関する意見交換会を実施することで、自主的な化学物質のリスク管理を促進しています。NITE では、数理モデルを使って化学物質の分解性などを推計する QSAR という手法を化学物質の審査に活用し、より合理的な審査の実現と事業者の皆様の負担軽減に努めています。法律に基づき化学物質のリスク評価、情報提供などの業務を通じたリスク低減を行い、化学産業の促進と環境保全の両立に貢献しています。製品の性能や安全性は試験所、公正機関、製品認証機関といった事業者によって支えられています。これら事業者が適切な能力を持っているかなどの審査認定を行い、製品の品質の信頼性を支えているのが認定センターです。私たちが審査し認定した事業者は、発行する公正証明書、試験報告書などに信頼性の証である制度ごとのマークをつけることができます。認定した事業者の結果が消費者の安全安心にもつながっています。これら認定が国際的にも通用するために、国際会議に積極的に参加したり、海外からの評価を受けたりすることで、認定センターの国際展開を推進しています。認定センターは、事業者の信頼性を認定により保つことで、我が国の産業を支えるとともに、国際展開にも貢献しています。1928年、輸出絹織物の検査所から始まったNITEは、業務分野を拡大し、急速な社会情勢の変化に対応してきました。 NITE は100年の歴史の中で、工業製品の品質や安全性を評価する技術力を高めることで、我が国の産業技術基盤をしっかりと支える行政機関に成長しました。今後も国に求められる役割を理解し、 NITE ならではの5分野の総合力を発揮し、産業界、大学、自治体の皆様と連携しながら、社会課題の解決や新規産業の創出に向け、引き続き取り組んでいきます。